前回までのあらすじ。初めて金を掘っていた鉱山に入ることができたキリタンたち。内部は結構大規模な感じな上に、酸欠行動に破砕体と相変わらず危険な場面に遭遇。今回はこの広大な地下空間の心臓部となる場所を探検していきます。続きをどうぞ。さて、前回スルーした左側の坑道へと出ました。なんだかゴミが多いな。この辺りでは見慣れない空き缶。ただそんなに古くはなさそうです。つまり最近誰か入ったってことだな。まあ地下空間にあるこういうものって、劣化が地上に置いておくときと比べて遅いので、そうとは限らないかもですね。先がちょっとダム見たくなっているのだ。水が溜まっているようですが、そんなに深くなさそうですね。その先にもコンクリで作られた堰があります。状況的にこっち側が水を溜める側のよう。水少ない時でよかったのだ。ただ昨日はこの地において記録的な豪雨となってたので、時間的にはその水がそろそろ来る頃じゃないでしょうか。わ、早くここから抜け出すのだ。ここにも大穴が。線路の真ん中はマジで危ないな。白く変色してんのは何なのだ。菌類かな。多分普段は水使ってないんでしょう。よっこいしょ。横に出口があるぞ。先は崩落しちゃってますね。金属製の天井を突き破って土砂が落ちてます。ならさっさと戻って帰るのだ。てかまたコンクリの坑道かよ。このコンクリートの裏にも網目のように坑道が分岐してるんでしょうね。あのさっきの堰から越流しても他の坑道に水が行かないようにするための対策なんでしょう。また出口なのだ。思った以上に出口開いてますね。しかしこれ全部行ってたら時間足んないな。どうせこの先は前回行ったコンクリ方面に出る坑道だし、スルーします。僕としては時間云々じゃなくてもう帰りたいんだけどな。さらにまた出口が。こっちはちょっと広そうですね。行ってみますか。なんというか金属臭がするのだ。ここもまさに採掘区画なんでしょうね。正面にも坑道があったみたいですが、完全に崩落してますね。一段低いところも坑道があります。は崩落しちゃってるのだ。頑張ればいけそうな感じですが、あれも完全に天井を突き破って崩落してて怖いですね。反対側も同様。もしかしたらさっきの分岐していた行動につながるのかもな。また分岐してんな。いや、分岐っていうか交差点みたくなってるのだ。ただ右側は閉塞。こっちは結構続いてそう。通風用のダクト管が。この先酸素濃度が薄いんでしょうね。危険だからここもスルーなのだ。天井高いな。これはダクトに通してた送風機か何かを置いてたんでしょうか。でおい、なんで言ってんだよ。一応酸素濃度計は持参してますし、ここは金を掘ってた鉱山なので他のガスは心配ないですし、水平坑道でいきなり酸素濃度が死亡するレベルまで下がることはほぼないので、酸素濃度計を適宜モニターしながら進んでいけば大丈夫ですよ。大丈夫感伝わってこないのだ。本当に言った通り酸素薄くなってたな。うん、片方はいけそうですが、酸素濃度考えると引き返した方が無難ですかね。早く脱出するのだ。しかしそんなに進んでない時点で酸素濃度のアラートが鳴るってことは、奥はマジで死んじゃうレベルで酸素薄いってことですね。いや、マジで命がいくつあっても足りないのだ。
振りで言ってるんじゃないぞ。ほんと、下手な心霊スポットよりよっぽど怖いですよね。怖さのベクトルが違えのだ。正直ここと真夜中の東尋坊で一人で過ごせって言われたら喜んで後者を選ぶのだ。よくよく考えてみたら、こういう場所って幽霊とか出そうなのに全く遭遇しないですね。そういえばたまに気配を感じたりとか、そんなレベルです。え？さて、このコンクリ行動もとうとう終わりです。ちょっと広い場所に出たのだ。しかも、いろんなところに行動が分岐してるし、軌道もなんかいっぱい出てきました。この辺りが、ちょうどこの鉱山の心臓部にあたる場所なんでしょう。ちょっと小部屋的なスペースがあるのだ。なんでしょうかあれ。あ、これトイレじゃん。校内でトイレを見るのは初めてです。多分汲み取り式かな。ただ水道の管っぽいのついてるから水は流せたのかもしれないのだ。さてさて、トイレ跡を後にし、先に進んでいきます。それも地下の中にたくさん働いてる人がいたんだな。今じゃなかなか考えられないのだ。かつてはたくさんの人がここを行き交ってたんでしょうね。しかし今は静寂に包まれており、ただただ崩落して埋まるのを待つのみです。まあここももしかしたらそんなに長く持たないかもしれないかもなのだ。これは立て坑の昇降機、簡単に言うとエレベーターみたいなもので、これで鉱石や人を上げ下げしていました。結構でかいのだ。ここから一番下まで深さは140メートルあります。ケージが止まってて下見えないですが。マジかよ。はしごがあるな。下まで降りられそう。絶対やめろよな。マジで死ぬぞ。まあめたい話すると、単独だしロープ持ってないんでスルーします。なんかそろばんついてるのだ。ほんとだ、何を計算してたんでしょうね。しかし大きな立て坑、以前行った生野銀山のそれと同じくらい大きいんじゃないでしょうか。ということは近くに大きな巻き上げ機がどっかにあるんでしょうね。ここが巻き上げ機室みたいなのだ。おお、だいぶ大きいですね。これも生野銀山並みにでかいかも。以前行った某金属鉱山もこれくらい大きかったっけ。絵からトタンが落ちてきているのか。凄まじいことになってるのだ。機械類が水に濡れないように屋根がついてたんでしょうね。そしてこれ、巨大なケーブルシャフト、点検用の階段がついており、上まで行けますね。え？上行くの？行けるところはできるだけ行ってみたいです。まあどこかの行動に続いてるわけじゃないですが。しかしこれも生野銀山並みに大きい感動ものです。最上部に着いたのだ。これは滑車。このケーブルはゲージを上げ下げするためのものですからね。この鉄板の真下はさっきの立て坑につながってます。さすがに上に乗る勇気はないですが。うわ、結構高いのだ。結構登りましたからね。高低差140メートルもあると、やはりケーブルシャフトも巨大にしなきゃなんでしょうね。ケーブルシャフト乗り降りしたらお腹空いたので、校内事務所の前でお昼にします。ピクニックにしては最悪のロケーションなのだ。分かってないですね、積んだもんは。さて、ご飯を軽く食べたら先に赤く封印された坑道を見つけたので見に行ってみます。多分早く子でしょうね。すげえ荒れてるな。多分湿気で火薬がやられないように保管用の小屋とか建ってたんでしょうけど、崩落しちゃったんですね。火薬庫なの
にエールがあるのだ。ということは、もともとここは採掘用の坑道で、後から火薬庫に転用されたんでしょうね。先はこれ、崩落っていうよりは爆破でもして、わざと閉塞させたんでしょう。見るところなさそうだし戻るのだ。さて、途中にあった校内事務所の中を見てみましょうか。見る限りここは休憩所。これなんなのだ。これは花札ですね。時代を感じます。思うにここは喫煙所だったんだと思います。仕事終わりに酒でも飲みながら麻雀をするように花札をやってたんでしょうかね。奥は天井が落ちちゃってますね。真っ黒なウーロン茶。経年劣化でこうなったんでしょうか。もともとこういう色だったのかな。この中はなんていうか、普通に事務所っぽいです。中にはヒルドパックなるものの使用方法が書かれた説明書的なものが落ちてました。これは、温熱療法に用いられる器具で、患部を温め癒し、筋肉痛などの疲労を和らげる器具のようです。ホットアイマスクみたいなものでしょうか？黒板なのだ。この数字は行動のレベル。採掘量でも記載してたんでしょうかね。ここは軌道の切り替えを手動で行っていたのでしょうか。この坑道をまっすぐ行くと出口方面となります。ならさっさと帰るのだ。ただこの坑道140m通道は入って早々に寄り道しちゃって最深部がまだ見れてません。というわけで最後にそこに行ってみましょう。もう帰りたいんだけど。この縦坑の後ろにある青いトタンがいっぱい落ちてる場所の奥がこのレベルの通道の最深部へとつながる坑道になります。わ、でかいわ。当たったら即死ですね。これこの坑道は軌道が伏線になっていて結構広いです。さすが通道。ただ横のコンプリがめっちゃ膨らんじゃってるのだ。地圧がすごいんでしょうかね。ここは横に抜け道があるっぽいですが、これは崩落しちゃってていけないですね。すげえ金属臭が漂うのだ。コンクリートの舗装はここまで。ここからは岩盤がむき出しになります。というかコンクリを打ち込む前の作りかけなんでしょうか。綺麗に石が敷き詰められてますね。いやでも周りが崩落してて石がびっしり迫ってるようにも見えるのだ。それもあながち間違いじゃないかもしれないですね。この先はご覧の通り閉塞。うわやべえなこれ。風を感じるので崩落の先はおそらく普通に続いてると思うんですが、これに関しては怖すぎていけないな。前行った石灰鉱山だとこんな狭さのところ進んでなかった。あそこは別に崩落して狭くなってたわけじゃないですからね。こことは安全度が段違いですよ。あんまこの場所に長居したくないので引き返します。そうするのだ。そして早く帰るのだ。これ単に崩落しちゃった後かと思ったんですけど別行動への分岐でした。そう遠くないところで完全に崩落しちゃって閉塞してます。よく見るとこれも分岐なのだ。こっちは普通に埋められちゃってますね。ほんとここの鉱山は迷路のように坑道が張り巡らされていたのがよくわかります。さてさてここの鉱山の見て回れるところは大体見れたので今回はこれで解散したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。